皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はバックスイング、ダウンスイングの切り返しのポイントですね、ちょっと今回はお伝えしていきます。どのように意識をして切り返しをしていくのかというのをですね、しっかりと覚えていただいて、綺麗な切り返しができるようになっていきましょう。今回は切り返しの動画2本目の動画になっていきます。今回お伝えしていきたいポイントは2つまたあります。なので今回の2つのポイントもしっかりと押さえておいてください。それでは始めていきます。今回は体の動きについてちょっと説明をしていきます。このトップを作ったポジションから、前傾角ですね、今角度アドレスで作った30度のままの角度を作っているんですけども、トップではここからダウンスイングも同様にこのままの角度をキープしてダウンスイングする必要があります。よくある悪い例といたしましては、ここからダウンスイングをしようとする時に反動をつけすぎてしまって体が後ろに引っ張るような、後ろに起き上がってしまうような動きになっている方が結構多いです。こういう動きになってしまうと、もうそもそもダウンスイングでボールが届かないので手打ちになってしまう、どうしても当てにいってしまう動きになってしまいます。このですね、前傾角がキープできていない方は前傾角をキープしようとするとなんかダフりそうな感覚があると思いますが、これはダフっても構わないので、この切り返しのラインでの起き上がりというのは直していきましょう。一度ですね、この前傾角からそのままの角度をキープして体を回すということをですね、意識してみてください。これが切り返しの前傾角ですね。よくですね、こうここから逆に沈み込んでみたりとか、ここから伸び上がってみたりとかっていう動きはあるんですけども、こういう方はですね、打点が安定しません。シンプルに同じ位置からダウンスイングを入れていく、切り返しを入れるということを意識しながら進めていきましょう。これが一つ目のポイントです。2つ目のポイントは腰の指導をしっかりと覚えるということです。2つ目のポイントはですね、結構難しいポイントにはなってきます。というのも、まずバックスイングを上げていく際は上体をねじりながら体を回していく、で下半身は少し我慢をしながら、下半身と上体のねじれ感を作っていく必要があるんですけども、ここからダウンスイングに入るところの切り返しの部分というのは逆に腰から動かしていく、下半身から動かしていき、上体がねじられていくという動きを作っていくのがポイントになってきます。どうしてもですね、上体に力が入りすぎてしまっていて、上からですね、体からこういうふうに突っ込むような振り方になってしまうと、左にまっすぐ飛んでいってしまったり、ボールがきれいに上がらなかったりですね、ダフリトップが出てしまったりという動きになります。 NG 動作ですね、よくあるパターンの NG 動作、もう一度やってみます。ここからトップ上げます、そこからダウンスイング、上体で打ってしまう、これは NG なスイングです。ここから正しい動きは下半身から回していく、下半身が動くことによって、下から動くことによって上体が回って、で体が引っ張られながら、徐々に引っ張られながら最後にヘッドが動いてくるというのが正しい順番です。このトップのポジションから腰、足を動かすことによって上体というのは自然にダウンスイングに入るということを覚えておいてください。ここのポジションから腰を回すことによって腕が引っ張られ、ヘッドが引っ張られてきます。このあたりですね、気をつけながら練習を進めてみてください。それでは本日覚えていただきたい2つのポイントのレッスンを終わります。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。